はい、おはようございます。いきなりカメラ回ってる。みっちゃんです。おはようございます。今新横浜でランチしてから来ましたママ友とランチしてから来ました。新横浜で、はい、今日はこの新横浜のスタジオにやってきました。今日はケフェスのリハーサルをやりたいと思います。歌を歌うんですよ。たくさん歌わせていただきます。宮崎です。4日後かな。4日後ですね、うん、ギリギリですねギリギリですよ最初のリハだもんね。最初は最後の、最初で最後のリハーサルなんで1回しかできないね。はい、ミスちゃんです。久しぶりのペアじゃないですか今日はだいぶ間を生かしてるよね。いきますか。間を生か、行きますか。はい、今日はもう山さん以外にも、はい、武田真治さんとかも、あ、もうすでに入られてるみたいで、はい、いやー、いっぱい喋ってきたわー。そのこと、はい、早口で1時間しかなかったから早口で喋った。1時間で、ビーってなんないから、ミスちゃんビーってなる率多いから。チェック余念がない。チェック、おはようございます。おはようございます。おはようございます。お願いします。すごいよ、ね、すごい。はっ、さん、ちょっとご挨拶行っちゃいます。はい、そうですね。やってるのかな。いや、今平気ですか。やってる風じゃないですか。いや、やってるでしょ。なんで風なの。おはようございます。おはようございます。じゃじゃーん。すごい、まあ、メインだった。めちゃくちゃすごい。カフチャンネルのスタジオの3倍もっとでしょう、ね、スタッフの人数で言ったら6倍ぐらいだね。これがライブだね。そうだね。だって見て、ほら、歌詞カードとさ、山さん用だ。山さんやっぱ歌詞カード苦手なんで。歌詞がね、全く頭に入らないって言ってました。今日はちょっと待機です。リハに突入ってことなんで、はい、ずっと、はい、回したいと思いますけど、よろしくお願いします。お願いします。今日は、カゴのスタイリングは今日は珍しくオールブラックなんです。確かに。これは、今日着てるのはアロっていうブランドで、ヨガウェアなんですけど、とても楽ちんでお気に入りです。髪色変えました。髪色変えました。ここにちょっとハイライトを入れてインナーカラー入れました。例えばこうやってアップとかにするとも確かに。めっちゃ評判いいんじゃないですか。めっちゃ評判いいんですよ。インスタで見たけど、めっちゃ可愛かったです。あれは写真の加工をしてません。先生、聞いて。してません。してない。あれしてない。あ、いいじゃない。してない方がいいのかな。そうじゃ、ネットニュースになってましたよ。始めた。手を待ってください。カゴ、あいー。一番下の段から。匂い取れないですね。何の匂い？これボディークリームですか？ボディークリームか。温泉いっぱい出てきた。ボディークリーム。シャネル。あれシャネルなんですね。シャネル。チャンス。チャンスコール。シャネル、チャンス。今日はつけてない。俺めっちゃ早いと思ったんだけど。いや、めっちゃ早い。めっちゃ早かった。そうそう、ボディークリームでいいと思う。めっちゃ早かった。先生、ちょっと、うちのおにぎりが。おにぎりじゃん？おにぎりじゃん。早炊きじゃないですか。おにぎり。普通にしようか。お願いします。おにぎり、ゴツブ早いよ。締めかけましたよね。教えていけるんだ。顔出しも出してください。すいません。そしてあともう一個間違ってました。フーケースレボリューションです。私なんて言ったラブレボリューションです。
あなたのミスですよ。さあせん。そうですね。さあせん。アリナさんがいないんでね、サラ君カゴタンで行くからね。カゴタンだ。行きましょう。カゴタンです。それでは行きましょう。ワン、ツー。そうそうそう。続いては未来史上最年少。いらっしゃいませ。あっという間に終わったんですけど、入ってすぐ歌ってましたね。入ってすぐ歌いましたね。まさかの挨拶してすぐ歌ってすぐ終わりました。で早かったですね。早かった。いつも軽フェスはこうやってなんか段取りを誰が入って誰が早くこうなんか上手にやってくださって、無駄時間がないというか、はい、で前回は山本さんと2人で一緒だったんで、結構歌う曲も多かったんですけど、今回は宮崎でみんなでなんで3曲で終わりました。というわけで宮崎ライブ11月5日、皆さんお待ちしております。多分この動画配信してる時はもう終わってるかな、終わってると思いますけど、また宮崎でも石ちゃんが体育が回してくれると思うので回したいと思います。お疲れ様でした。